はい、こんばんは、皆さん見てねというわけで、はい、始まりました。ちょっとね、間違ってね、はい、ちょっと一瞬ラジオ放送しちゃいました。あ、こんばんは、ありがとうございます。はい、しお待ちをして、ね、間違ってね、はい、こんばんは、こんばんは、スモタアサです。今日もよろしくお願いします。はい、というわけで、はい、あ、もう8人来てくれた、嬉しい、ありがとうございます。はい、皆さん、スモタアサをね、知っててほしいなと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでね、私最初自己紹介というわけで、現在ね、 G カップアイドルとして活動しているクソモトアズサと申します。ニコニコ生放送をね、明日7時半から放送しておるものなんですが、1ヶ月1万人を目指す企画、ニコニコ生放送のコミュニティを1ヶ月1万人目指す企画の幅を広げるために、今日ツイートキャスティングとしてやらせておりますので、皆さんね、よかったら気軽にニコニコ生放送も今日明日見に来てみてほしいなと思います。よろしくお願いします。こちらでは基本雑談ということで、はい、皆さんね、ぜひ気軽に初見さんも話しかけてください。よろしくお願いします。はい、そう、ハッシュタグに悩んでですね、はい、合ってるのかな、はい、よろしくお願いします。あ、拡散ありがとうございます。こんばんは、今日も皆さん来てくれて嬉しいです。ニコ生から流れてくれた人もいますね、ありがとうございます。はい、というわけでお疲れ様でした。ニコニコ生放送というわけで、今日はポニーテールで出させていただきました。そう、ツイートキャスティングの他の2回はですね、そう、髪の毛下ろして出てたんですけど、もうなんとなく今日は上げてみようということで、じゃじゃん、上げちゃいました。じゃじゃん、そう、リボンがついてます。でもね、ちょっと髪の毛がまだ短いので、はい、なんかちょっとね、何ですか、やった、ありがとうございます。なんかね、あれですね、馬の尻尾というよりはちょっとパンダの尻尾かなって思ったぐらいのレベルです。なんかもうちょんってなってるんですけど、あ、やった、お茶ありがとうございます。はい、皆さんね、初見さんもいたらよかった、話しかけてください、よろしくお願いします。はい、そうそう、パンダっぽいでしょ、ちょっとなんかモフってしてる感じのパンダというか、そう、なんか馬の尻尾にしては短いのよ、まだまだ髪の毛が。もっと、あ、やった、ありがとうございます。もうもっと髪の毛伸ばしたいなって思って、そう、昔のそう、パンダの尻尾ですパンダの尻尾ですよ。あ、そうや、名前呼ぼう、名前呼びます。はい、そうそう、名前もね、呼んだ方がせっかくだし呼べるかなっていうことで、はい、そうそう、もう呼ばないでって人もいるので、はい、そうそう、相澤さんありがとうございますなんかね、今日ね、そう、髪の毛でもくくるときに、あの、やけどしちゃったんですよ。アイロンで一回ちょっと髪の毛を巻くんですけど、この赤いとこ、ちょっとだけ赤いの分かりますか、これ。そう、やけどしちゃったんです、アイロンで。めっちゃびっくりしました。うわ、熱いなと思って急いでギャーってなってますね。あ、お茶ありがとうございます。熱いお茶を、やけどした上に熱いお茶を重ねてきたのか、これは。ありがとうございます。なんかね、あの、そう、あのね、やった瞬間にうわってなって、下が洗面台なわけじゃないですか、洗面台なんですよ。で、ふわってこう手をサッて伸ばしたんですけど、そう、伸ばしたところがまだ全然水出てなかった。でもなんか、その水出すことはもう忘れていて、なんかこう、なんていうんですか、蛇口にガンガン指をぶつけてね、なんか水が出るって間違ってて、でそう、ちょっとなんかガンガンしてました、一人で。結局、あ、水出すのはこっちだと思って、こうやってクサッてやったらシャーって出たんですけど、そうそうそうそんな緊張しつつの、まあ、やけどしてたんですが、まあ、でも全然やけどだけなので、はい、元気なんですけど。あ、今日30人超えてくれた、ありがとうございます。はい、皆さんアイロン使わないと思いますけどね、やけど気をつけてほしいなと思います。はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします、なんだろうな。そう、なんかね、あの、昨日はニコ生なかったので、そう、なんか1日空くと逆になんか不思議な感じになりました。あ、今日はないんだみたいな、なんかすごい、なんだろう、毎日やってただけにね。そう、あのね、ニコニコ生放送毎日やってるんです、初めての方もいると思いますが。はい、そうそう、なんかこれ、ニコ生ツイキャスってどういう仕組みで来るんでしょうね、新しい人。そんな感じ。あれ、髪の毛の話かなつまらない日でしたか。あ、そうかそうか、そういうことね。あ、今ちょっと自分で話したこと忘れてました。そうそう、そういうことね。ニコニコない日、嬉しいな、そう言ってくれて。寂しかったんですね、吉井さんも。つまらない日でした。
ありがとうございます。つまらない日だったんですね。私がいる時が楽しい日って思ってくれて嬉しいですね。はい、なんかツイキャスもでも そっちですよね。そうそう、そっちですよね。そうそうそう、なんかあれですね、ツイキャスもでもやっぱ何回かやってくると見てくれる人増えますね。何なんだろう。そうそう、ちょっとびっくり。でも今日ちょっと夜遅いので、なんかね、どんな感じなんだろうって思って、ニコニコ生放送はだいたいね、9時までなんですよ。まあ、9時以降の放送っていうのがなかなか珍しいんですね。そうだから、なんか結構ドキドキしつつ、でもなんか結構見に来てくれてるから嬉しいなと思いつつ、あ、皆さんよかったら、リプライをつけて、リプライをつけるを押した上で、そう、コメントしていただけると あ、こんばんは。あずひめさん来ました。すぐツイキャスやったんやって言われました。はい。すぐツイキャスやったんですよ。9時10分からツイキャスだったんです。そう、一応告知はしたんですけど、結構すぐで、休憩する間もなく、はい、始まりましたね。そうそう、くすもとさんですけど、コメントさらされるんだけど、あ、そうなんですね。そうそう、タイムラインが確かに荒れるんですよ。でもなんか、一応宣伝にはなるらしいと聞いたので、そうそうそう、よかったら、無理なら全然いいですよ。ちじれさんも、もう荒れるなら、もう全然、なしで、OK です。OK だし、KO です。もう KO ですよ。はい。そう、サッカーもやってるみたいで、なんか、間々に見てくれて、この時間ももうサッカーやってるの？やってないんですか？やってるんでしょうか？そう、テレビをね、基本見ないんですけど。そう、みんな早い。みんな早い。みんな早い。そう、今48人来てくれてます。つけてくれたのかな？あ、終わったんですね。いやー、じゃあね、もっと来てほしいな。気軽に話しかけてください。サッカーのことは全然わかんないですけど、皆さん教えてください。本当にサッカーはね、ちょっとわかんないですね。なんかね、そう、スポーツ苦手なんですよね。あ、初見さんありがとうございます。大シャントレーダーさん、6、ニコちゃん6、ニコちゃん6さんありがとうございます。こんばんは。そう、ぜひぜひね、今、ニコニコ生放送とかもやってますので、また見に来てください。はい。そう、サッカー、スポーツ全然わかんなくて、そう、なんかね、できないしわかんないんですよ。あ、でもまだね、投げるよりは蹴る方が得意だったかな、学校の体育ではっていうね。そう、ね、サッカーわかんないですよね。審判のせい、あ、そうなんだ。審判さんが全てですもんね、でも。すごい、怖いですね。審判で勝てなかった。あ、空手？空手できるんですね。すごい。空手はね、なんか習い事で、一回友達にね、小学校の時誘われて行ったことがあるんですけど、その時はね、なんかもう、何ですか？あ、初見だけど2回目なんだ。ありがとうございます。よかったら見ててください。泳いでる絵文字が。そうそう、なんかね、行って、なんかポカンとしたまま帰っちゃいましたね、空手は。さっきの初版。あ、こんばんは。ありがとうございます。吹き消しさん。ありがとうございます。え、わかんない。全然わかんないですよ。これ何ですか？イエローっていうのはイエローカードですよね。レッドカードとかも出たんですね。そう、やっぱりね、スポーツ盛り上がるんでしょうね。多分わかってる方がいいのかなとは思うんですけど。そう、やっぱできないとね、興味が湧かないんでしょうかね。唯一ね、やっぱこう家で見流れてたのは、フィギュアスケートぐらいかな。あ、そうなんですね。じゃあ危ない試合だったんですね。イエローカードかとかで出してみたいですね。イエローカードって言ってみたいですね。そう。あ、もうすぐ70人超えそう。なんか、でもね、そう、スポーツは本当にね、やったこともないし、唯一やってたのがバドミントンだったので、そう、バドミントン小学校の時になぜか習っていて、なんかそれも誘ってもらったと思うんですけど、なんかバドミントンは唯一できますね。バドミントンは唯一できるけど、もうほんとできる。私の笑顔にレッドカードって言われたんですけど、私の笑顔見れない。私、真顔で喋った方がいいんじゃないかな。そう。みんなレッドカード言ってるじゃないですか。レッドカードって禁止って意味ですよね。違います？弓ですか？弓？打つですか？矢を。射手座ですか？射手座的な感じですよね。矢か。矢はちょっと怖いな。だって、とんがってるの怖いじゃないですか。刺さりますよ。そう。走ったりですか？あ、ありがとうございます。これなんて読んだの？旧おしき1年さんですか？ありがとうございます。そう。あ、そうですね。そうそう、コメントもよかったら残してください。そう、なんかね、走ったりはね、持久走もめっちゃ苦手なんですよ。持久走は、いつも最下位でした。本当に最下位。あ、初見さんありがとうございます。たしひろさん、ありがとうございます。長井さん、ありがとうございます。はい、そうそう。なんかね、走ったりするの、今スポーツの話してるんですけど、走ったりするのは、そう、本当苦手ですね。
なんてかもうなんで走らなきゃダメなんだろうって思いながら走ってました。そう、あれ？さっきも来たよね。こんばんは。こんばんは。そう、あずひめさんこんばんは。そう、なんか走ったりするのは、苦手。スポーツで得意なものないかなって感じですね。確かに、まあ、じゃ、確かに体育の時はまあ邪魔になりますよね。でもね、あ、こんばんは。ありがとうございます。改めて皆さん、こんばんは。あ、すごい。初見さんにですね。あ、確かと思いました。そう、皆さんじゃね。そうそう、あ、そうですよ。ツインキャスの挨拶は、モイらしいんですよ。そう、モイって言うんでらしいですよ。だから皆さん、モイモイって言った方がいいですよ。モイって。そうそうそう。体育ね。体育は本当得意なものないです。てか、あまりにも得意なもの。図画工作ぐらいだったんで、本当得意なのが。学校で。あ、お初。今日はお初が多いです。よろしくお願いします。あきさん、あ、ケーキもらっちゃった。ありがとうございます。今日はね、あ、初見さんです。ありがとうございます。一応グラビアアイドルとして活動しております。G カップグラビアアイドルとしてね、活動してますので、皆さん、お名前覚えててください。よかったら。またあさって言います。マンダムさん、マンドムさん。よろしくお願いします。皆さん、あ、クラッカーだ。ありがとうございます。ニコニコ生放送も明日7時半から放送してます。よかったら皆さん見に来てください。気軽に。はい。あ、ニコ生ライブ見てくれたんですか？ 愛か多いかわかんないライブ。ありがとうございます。え、なんて読むんだろう。あ、挨拶来てくれたんだ。ありがとうございます。今日は初見さんめっちゃ多い。国？国？国？テルさん？漢字が読めない。ユームさん？頑張れさん。はい。ありがとうございます。スポーツできない仲間も、挨拶も、ありがとうございます。あ、ツイキャスはでも録画してるのは後で見れるので、あ、ルニーさんもこんばんは。ありがとうございます。今日は初見さん多い。やったー。やったやった。どんどん、いもいも、いもいも、どんどん話しかけてください。よろしくお願いします。はい、なんかね、時間経つの結構ね、そう、早いんですよ。なんかこう、てん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 って喋ってたら、トン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 って時間が過ぎちゃうっていうね。はい、もい、もいもいっていうわけで。はい、皆さん、ニコニコ生放送も明日やるので、よかったら見てください。りがとうございます。漢字が読めなかった。 申し訳ない。あ、ゆうたさん、こんばんは。よろしくお願いします。はい。すいませんね、ちょっとね、そう。なんかね、でも今日ニコニコ生放送が1日空いて、結構ね、ちょっと抜けちゃってるかもしれません。めっちゃ申し訳ない。ありがとうございます。石川信之さんって誰ですかね。石川信之さん、誰だろう、何の人だろう。 胸はね、アピールしないけど、一応そう、 DVD を出してますので、そう、よかったらね、そう、カピドル朝の大冒険、フュージョンにかっぱって DVD も出してますので、ぜひぜひ見てほしいなと思います。そう、さすがにちょっとツイキャスではちょっとね、やらないかなって感じで申し訳ないんですけど、そう、はい、ユーストリームもね、そうやってみたくて調べたんですけど、ユーストリームの方がなんか結構、難しそうな感じですね。だからちょっと、そうだなと思って。あ、勝ったんですか？サッカーかですか？そうそうそう、なんか、一応ミルククラウンって事務所に所属してます。ユーストリームはなんか難しそうですね、結構。だからなんかどうなんだろう。やっぱちょっと、まだちょっと手にを出せない。あ、アマゾンでも売ってます。一応全国流通してます、DVD も。でもね、ライブに来て直接買ってきてもらえると、なんかポスターが無料でつくんですよ。よかったら直接会いに行ってもらっても全然構わないので、よかったらよろしくお願いします。はい、今ね、113人。嬉しい。あ、こんばんは。ようかさん、こんばんは。よろしくお願いします。嬉しいな。そう、ツイキャスで一番になってください。応援してますって。嬉しいです。そう、カピルさんに言ってます。それだけ夢だカピルさん。あ、ゆうやさん、初見ですか。ありがとうございます。今日は初見さんが多い。やっぱ夜遅くの方が。あ、嬉しいな。DVD 持ってますよね。そう、買ってくれたんですよ、直接ね。そう、カッパさん。このカッパじゃないんですよ、また。違うカッパさんがいるんですよ。そう、かわいいでしょ。そう、DVD をね、カッパの題材で出してるんですよね。そう。これね、でもね、カッパさんいいこと書いてるんですよ。この文字なんですけど、そう、僕は雨が好きなんだけど、天気が悪いってみんな言ってて、悪いことって何ですかって言うんですよ。ああ、これなんかいいな、切なくなるなと思って。そう、カッパさんは雨が好きだけど、みんな雨が嫌いって言うから、それダメなのみたいなことを。あ、そう、カピルスのライブはね、予約しなくても入れます。でも予約した方が500円安くなるんですよ。そう、だから、あ、フォローしてくれたんですね。ありがとうございます。え、全然わかんないかも。あ、ありがとうございます。MK スターさん。ありがとうございます。クラッカー。お、今、テーブル来ちゃった。そう、予約なしでも全然来れますよ。予約なしだけど、来れるけど、予約の方が安いし、予約特典がつくので、まあ、よかったら予約して。でも全然当日から全然来てくれてもね、そうそうそう、あずひめさんも初めてが当日で来てくれたので、そう、ぜひぜひね、はい、